はい、本日は洋平さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回なんですけれども、このイマージの組み立てと対談を洋平さんとしたんですけれども、本日は音について教えていただきたいと思います。ちなみに、はい、イーマージでは、イーマージの、電源を入れていきたいと思います。今ちょっとね、これさ、あの画面撮影用にちょっと iPhone を置いてますが、じゃあまず、この、イーマージを立ち上げた時に、まあ、一番初めに入ってるこのナチュラルっていうね、はい、はい、のジャンルのレガシーっていうのをちょっと叩いてみたいと思います。はい、レガシーです。はい、まあ、いわゆるスタンダードキット、スタジオとかで叩いてるような、はい、うん、にしてはすごいね、いい音で。次、02番、はい、ちょっとジャズっぽい、うん、キットですね。クリスタルクリア。うん、何色っていうか音入ってるんですか？あ、このナチュラルに、はい、5つですね。はい、5個、1つのジャンルに月5個、はい、入ってます。次は、はい、スタジオリファレンスね。スタジオリファレンス、はい、はい、じゃあ次、はい、インセッション。これもまあスタンダードなセットですね。うん、イーマージはリムの上にちょっとこういうちょっとウレタンとゴムが一緒になってる場所があるんですけど、ここにも実は別の音をアサインすることができて、例えばまあここにスプラッシュとかカウベルとか、重ねたシンバルとかをまあアサインすることができます。エレクトリックとかいきますか？わあ、いいですね。ね、まあ、さっきちょっとねお話したように、ここに今、うん、こうね、はい、そうスクラッチ、これね、これウィンドチャイムが入ってる、そう、ドラムンベースです。ダブ、パールの、YouTube のリンクは概要欄に貼っておくので、はいはい、また見てください。お願いします。はい、こちらにね、すべて載ってます。大御所のドラマーさんもね、参加してる面白い企画なので。80s? あ、シンセだ、シンセだ。トラップロール。次はハイブリッド。ヒップスター。
とは、ユーザーっていうね、ここの右端にありますけど、これはここにまあ自分の好きな、よく使うセットをアサインしておくとすぐに呼び出せますよっていうことですね。まあ音源自体は一応これで、はい、紹介は以上になるんですけど、アンビエントフェーダーがあります、はい、これは今すごいドライな音になってます、はい、これをじゃあもうマックスにしちゃいます。そうするとこうアンビエント広がった感じのね、その部屋、いわゆる部屋鳴りみたいな、うん、あのここだけの音じゃなくてこう広いところの、はい、まあ、空気感というか、うん、そういうのをここで簡単にもう感覚的に触れます。すごい、はい、まあ、この E マージのすごいところは、はい、まあ、電子ドラムっていわゆるその誰が叩いても同じ音が鳴るとかっていうよく言われるんですけど、はい、実は E マージはそんなことはなくて、はい、このウェブトリガーテクノロジーっていうのが、あの、まあ、採用されてて、はい、電子ドラムのいわゆる今までのセンサーとまた違って、はい、このパッドを叩いた時のパッドが鳴りますよね、はい、例えばこの音、はい、このパッドの音をマイク、まあ、中の内蔵マイクで拾ってそれを音に変換するので、僕が叩いた音色とまどかちゃんが叩いた音色は全く違うものになる、はい、ありすぎて、うん、ね、逆に困るぐらいで、ね、そう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 、でも飽きないしね、ずっと遊んでられるから、はい、遊んでられるっていうかね、しかも、まあ、はい、ちゃんとこうプロデュースでこうちゃんとレコーディングとかライブとかにもちゃんと対応できるぐらいの、音色がちゃんと入ってるんで、はい、なくなってもらえればな、はい、いいなと思うわけですよ。本日はイーマージの音色について洋平さんに教えていただきました、はい、ありがとうございました。バイバーイ。譜面にわざと書いてコピーすると、あ、こういう風に叩けばいいんだって分かる。耳だけでずっとコピーしてどうだろうってやるよりも譜面に書いても分かりやすい、はい、道しるべですね。スコアパレード。The beats are grooving.